進撃の巨人で使われているグレンの弓矢の最初の部分です。これまあイントロがこうコラール風になっていて、もともとは声で表現されているんですけれど、これがアルトリコーダーの2声で書かれている楽譜です。1パートの音を確認しますね。レミファソファミファミレミドレミファソラソファミレミドレミファソファミファミレミドラソファミドレとなっています。出てくる指ですが、レ012ミ01ファ02ソ2裏完全に開けてます。それからド0123、そしてラですね、高いラ0サミングちょっと開けて12345、そしてあ1パートは以上ですね。では1回吹いてみます。そして2パートですが、途中から出てきますけど、ミラソファミレミファソラソミレドドシラシソドレドミレというようなこうハモリのメロディになってますね。で1パートと使う指は結構かぶってるんですけど、1パートに出てこない音は低いし012356ですね。これ4を開けて012356低いし、そして低いラ012345ラです。そしてもう一個足すと低いソになります。012345ですね。まあこの低い音とかはちょっとまあ緩めの息を使うといいと思うんですけど、隙間が開かないようになるべくピタッと合わせてみてください。では2パートを吹きますが、最初出るところがちょっと分かりづらいかもなので、1パートのところを吹いて続き2パートに入ります。